待ってくれ、グリル、グリル出てる、嘘、いや嘘だー、くそやばい、3匹いる、鉄板3匹いる、もうやだもうやだもうやだ、ワンパンしたい、ワンパン、やばい、これ割られる、割られる、チェックショーク。サモランオールランダム編成とハロウィンフェスは別日にやってほしい。どうも、クマさん紹介所属のアルレルロです。本日もサモランやっていきます。前回はスクイックリンでワンオペやったんですが、今回はジムワイパーでワンオペやっていきます。ジムワイパーかなり強い武器なので、余裕でワンオペクリアしていきます。ワンオペ頑張っていくので、ぜひ高評価だけでもお願いします。高評価が100超えたらこのワンオペ物語続きますので、ぜひ応援お願いします。それではやっていきましょう。こちらをどうぞ。よし、ジムワイパーのワンオペやっていこう。しかも時知らず、みんな時知らず苦手なイメージあるとは思うんだけど、任せてくれ。僕がワンオペで時知らず超えてみせます。しかもジムワイパーもね、やばい、艦長だ。ちょっと待ってくれ、鉄板ちょっと止まって、まずいまずいぞ、鉄板来てくれ。でこのため切りでダメージを与えつつ、このため切りが火力高くて、ドスコイもね一撃で倒せるからめちゃくちゃ強い。2発でスタンさせれる。ただ片パ、最初の処理の遅れが最初の処理の遅れが響きすぎてる。ここ死なないように丁寧にかわして、モグラ2匹来てるね。コンテナ周りでモグラ倒して、あー鉄板待ってくれ。ね、鉄板とモグラ来すぎじゃない？この地味にワンオペって、鉄板とモグラって一生ついてきて結構厄介なんだよね。で、ジムワイパー柱倒すのも若干苦手。柱倒すにどうしても時間かかりやすい。1本倒したけど、それでいて片パやばい最初の潮目を間違ったのが響きすぎている。大丈夫、これ潰して、ナイス、割れろ、割れなかった。なんか割れたらワンパンできそうだった。てかそんなことチャレンジしてる場合じゃない、そんなことチャレンジしてる場合じゃない。危ない、まずい。そう、普段だとモグラとか鉄板、あの辺りもそんなに手間取らないように見えるんだけど、ワンオペとなると一生地の果てまで、いやマジで地の果てまで追ってくる鮭だから本当にきついんだよね。インクもね、ボム使わされちゃうし。でもまあサモランマスターなんで、まあそんな状況でもサクッとクリアしてしまうと、ごめん、これ怖いや。これザコ鮭、ザコ鮭鉄板も出てるからやられそう。てかタワー出すぎじゃない？タワーはね、このワンオペ一番危険な鮭だからやめて。ワンオペ、いやまずい、猫の手も借りたい、雨も降ってくれ。これワンパンします。鉄板2匹来ちゃったか、やばい、3匹いる、鉄板3匹いる、まずい、鉄板が、鉄板ファミリーすぎる。ここで潰す、ここで、いや鉄板、まあ1人、ナイス、やべえ、あと2ついけるよな、段差をうまく使って柱で足元取られないように。やだやだやだ、絶対クリアしたい。危ねえ、おーい、危なすぎるよし、でもウェブ3まで来たぞ、やばい、想像の倍難しい鉄板にいじめられてる鉄板出すぎなんだけど、
世界が緑すぎる。頼む誰か、もう一人壁塗る係だけでいいから、壁塗るだけでもいいからサポートくれ。バイト募集してます、壁塗り。あー届かない、でも大丈夫、壁塗ってるから。こういう時に生きるか死ぬかの時に壁塗ってるか塗ってないか、これすごく大事になってきます。マジイカロールないと本当に。よしよしよし、なんとか生き残った。やばい、喋る余裕が、喋る余裕がない。タワーはでも最優先、でも残り50秒、納品1、まずい。これはしかもタワー2本空いてる。肩パワーもう全部かわす、タワー行くしかない。スペシャルもないんだよね、どうにか鉄板を寄せて爆弾もコンテナ周りまで寄せれるか。いや爆弾だ、ここは爆弾。いやー嘘だー、くそ。大丈夫、さっきのめちゃくちゃ惜しかったから次こそいける。でグリル、待って待ってくれ、グリル、グリル出てる、グリル、グリルいけるか。ジムワイパーワンオペ、やばい。でもグリル、グリル途中から2匹出てくるよね。ワンオペでいけるのか。割れた、あぶねえ、なんとか。いや2匹来たら無理じゃない、さすがに2匹来たら無理じゃない。いやどうにか生き残って、対岸をうまく使おう、対岸を。やばい、待って、タゲ、あれ、あ、また繋がった。もしかしてあれ、もう一人のグリル僕のこと探してる最中。あ、なんかいけそうなんかいけそうだぞ、あとは逃げ回るだけ。なんかクリアできそう。てか最初の処理めちゃくちゃうまくなかった僕。すごい、この僕のグリルさばき、この僕のグリルさばきに免じて、まあウェーブマンクリアと。うそー、みんな時知らずが難しすぎる。いやこの間も野良ノーミス完走できたから、いやある程度実力はついてきたなって思ってたんだけど、やっぱりワンオペは一筋縄ではいかなかった。これデッキ、鉄筋も出てるよね。落ち着いて、ザコシャケちゃんと処理しよう。でヘビも、ヘビも丁寧に、ヘビ焦るとマキマキして倒せなくなっちゃうから、オッケー。これね、ため直横直でヘビは倒しやすいから、ため直横直ね、オッケー。ため切りをもうどんどん使っていく。横振りはねもう基本的に塗りぐらい、火力高いから直撃、ため切り普段使って塗り広げるときは横振り、そんな感じの使い分けがいいんじゃないかなと。ここね納品あと1個だからスペシャル残しておきたい。鉄球はもう諦めて、もうコンテナ周り諦めよう、コンテナ周りはもう諦めて、あともう1個納品。頼む、倒させて。で金いくら、1個だけ、やべえ間に合わねえかも。頼む、よかった、危ねえ、やばい、喋れない、もう壁も塗って、やばい、鉄球が多すぎてコンテナに帰れない。しかも鉄球のウェーブが見にくいんだよね、この下から上に上がってきた時に、うわ鉄球のウェーブ来てたーみたいなことが普段のバイトからめちゃくちゃ多いから、
ここの敵本当に怖い。油断ならない。鉄板1体目スパイク OK、 スタンさせて、いやさ、もう鉄板さばきが、うわ天才すぎる、すごい。ただこれをサクッと納品したい。この鉄板のスタン、これできると普段のバイトからも一人で鉄板処理しやすいから。あーやだ、死にたくない、もうやだもうやだもうやだ、絶対に超えたい。タワーがね許せねえ、遠いんだな。よし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 、で金いくらも回収して、ここでよしよし足りてる。いや怖え、タワー出ちゃった、やばい。コウモリも2匹、さっきね3匹出てて1匹は倒した。もう目が回る。いや丁寧にここから、ここから安全な位置から壁上がる。いやこの鍋豚倒してる場合かな。よし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 、いい感じいい感じ、ワンパンできる。ここいやー片翼、まあ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 、まあ、納品があと1個。よしいけるぞ、いい感じいい感じ。さっきまで片パ3体タワー3体とかなんかとんでもない湧き方してたんだけど、よし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 、いける。え、しかもトルネード2つ残ってる、やっと。緑すぎ、ステージステージが緑すぎる。塗り返すんだ、とうとうクリアしろとサモ神様が言っている。ここしかない。なんだで、なんか音も、え、鮭出てない、鉄球だ、最悪だ。なんかバグかと思った今、何かしら鉄板やらさ音はするからさ、鉄板やらダイバーやら、大砲もね一応、大砲じゃねえや、鉄球も、鉄球も大砲置かれた瞬間に一応音鳴るんだけど聞き逃してたな多分。やだ死にたくない。ヘビは丁寧に、ヘビ丁寧に、タワーとヘビは油断したら一瞬で死ぬ。タワーだらけ、もうタワーだらけだね。大丈夫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 、うわ片パ届いてないかこれ、片パちょっとかすってんな、ちょっとかすってるぐらい。でも納品足りてる、とうとういけるぞ。生き残るのが一番難しい、ワンオペ、ワンオペは生き残るのが一番難しい。納品じゃないんだよね、生き残るのが難しい。ちゃんと生き残るんだ、よしよしよし。ここでしかもワンパンも、おいふざけんなその鉄板。おい僕のワンパン、待て、やばい、追い詰められてる、やだ死にたくない、やめてー、やめてー、危ない。よかった、なんかヒルドラの犯人が追い詰められるぐらいまで海岸追い詰められてた。もうやめてくれー。いや今回もなんとかワンオペクリアできた、ありがとう。やったよジムワイパーと知らず、ハッピーハロウィーン。いかがだったでしょうか。ジムワイパー強いけど、もうそれでも時知らず難しかった。まあでもグリルもワンオペでクリアできたのでもう満足です。このワンオペ物語、高評価が100超えたら続いていくので、応援してくださる方は高評価の方もよろしくお願いします。今後もサーモンラの動画上げていくので、ぜひチャンネル登録もお願いします。あと今度ハロウィンフェスが来ます。ハロウィンギアとハロウィンプレート受け取ってフェス一緒に楽しみましょう。ハロウィンギアとプレートの受け取り方はコメント欄の固定コメントにあるので、ぜひそちらからチェックしてみてください。まあ、ついでに X のフォローもお願いします。あとコメント欄で感想などももらえたら嬉しいです。自分が作った動画に対してコメントもらえるの嬉しいので、ぜひお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。